ホーム、日和佐駅は、徳島県天郡南町奥河内座弁祭店に、ある、四国旅客鉄道麦線の駅。駅番号は、M21。特急、室戸を含む、全列車が停車する。道の駅日和佐と併設している。四国で3カ所目、全国で11カ所目の、鉄道の駅と一体になった道の駅の鉄道駅で、ある。なお、四国の残りカ所は、 土佐黒潮鉄道5面、奈張線の田野駅と安駅であり、すべて国道55号沿いに存在する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては2面3線であったが、2番乗り場の西側の線路は現在は使用していない。短式ホームの1番乗り場の麦肩に切りかき機があり、作業車両が留置してある。1番乗り場に面する従来の駅舎に東出口。 道の駅日和佐に西出口があり、構内踏切があるほか、古仙橋の自由通路でも東西を行き来できる。駅舎は無人であるが、道の駅日和佐物産館で乗車券が販売されている。また、駅舎内にも自動券売機が設置されているがこの自動券売機は2019年4月以降に撤去される見通しとなっている。古仙橋より徳島方面左は駅に隣接する。 道の駅、奥に、薬王寺。1日平均乗車人員は、下記の通り。ありがとうございます。